こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス、ここ今回から新章です。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。作物もできてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。クエスト達成、やったね。ねえねえ、すごい。さあ生産ですね。この2万1000枚稼ぎました。パラメーターそんなに高くないですね。まあまあかな。いい配合だね。いい配合か。これは危険な配合だよ。いい配合だね。バツバタか。これはダメだよ。まあまあかな。まあまあかな。いい配合だね。これは危険な配合だよ。いい配合だね。出すかか。普通だな。一瞬嫌なことが目に入ったけど、まあいいや。まあまあかな。いい配合だね。まあまあかな。いい配合。まあまあかな。これは危険な配合だよ。あれでもカタムスターレットでもういるような。これはダメだよ。これはダメだよ。いい配合だね。これは危険な配合だよ。いい配合だね。アルペーサって前もつけたような。まあまあかな。うん、そうそう、新しい馬はないな。いい配合だね。いい配合だね。いい配合だね。これは危険な配合だよ。まあまあかな。いい配合だね。これは危険な。いい配合だね。確かしかないよな。え、それスカーレットブーケじゃなかったっけ。出すかじゃなくて、肩のスカーレットは乗ってます。気性がいいのかもしれない。この絵が出るってことは。そして崖、いつもの
なんだこれ、結構期待できそう。雷です。で、時流れますよね。元気だね。やんちゃ、非凡な才能。あれ、肩に乗せてんのにやんちゃなんだ。なんか難しいな。出すかですね。無難に行ってみるか。肩の出すか、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 肩の出すか。あ、そこで。首のとこにつけとけばいい。中距離馬で普通オソですね。普通オソよ、ダービー間に合わないんだ。頑張ろう。じゃ普通に行きましょう。5000m。お前ならいけるっていうか、いける。0倍来た。ただいまより投票受付を開始します。さあ、まず新馬戦です。一瞬静まり返る場内。さあ、準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。さあ、先行するのは何か。もみじブレイブがかわしていきました。7番決勝アピール、外から行こうというところ。10番嵐マウンテン、3番ステラメイリー。12頭第2コーナー左にカーブを取ります。その後ろ3馬身くらいあって、4番雪景色、12番光ロック、ときめきハーバー、そしてその後ろから5番自然ドリーム。注目は何といっても肩の出すか、圧倒的な人気。11番光パワー、時のかけらがその後ろ、そしてしんがり4番雪景色、それから光ロック、これ800m ぐらいかな。さあ、いよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。肩の出すか、直線の伸び足はどうか。さあ、先頭は決勝アピールが一馬身にの内が飛んだ。肩の出すか、肩の出すか、三番手にようやく伸び始めたが、ちょっと大丈夫なのか。決勝アピールがまだ粘っている。肩の出すか、外から来たが、二番手に外からは、ここは止まって見える。ここから3位加速。肩の出すかがかわした。ここでは負けられない。肩の出すか、先頭最後は ぶっちぎりました。新馬戦を見事勝利で飾りました。華々しいデビュー勝ちであります。よく頑張った、偉いぞ。まあ、文句なし、芝いいですね。おめでとう。じゃあ、ダートはどこまでやれるのか。まあ、このままダート出ることはないと思いますけどね、中距離だから。ただいまより、お、1.1倍、結構いい。しかもグリグリ、ダート適性もあるんじゃないかな。スピード能力を見せつけるか、スタートにも注目したいところです。スタートを切りました。12頭あんまりいいスタートはなかった。いいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。大方の予想通り、レンゲビクトリーが先頭に立ちました。8番パイプライター、その外、ちょっと上がっていきますが、キャベツフェアリーが上がっていきました。そしてその後ろからピラミッドスペシャル、それから1番砂漠タッチ、2番七色コスモス、外を通りましてネズキャメロン、5番スズランゾーン、これが6番肩の出すか。1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。5頭騎手アガークルーがその後ろ、内を通りましてタカラチャンプ、12番ラブマシンガン、これがしんがりであります。府中のスタンドが揺れています。先頭行く青い帽子はレンゲビクトリー、懸命に手を動かして5頭と肩の出すか、さらに外ピラミッドスペシャルか、一番内レンゲビクトリーが頑張っている。外から何が来ているのか、肩の出すかか、頑張る頑張る下村とレンゲビクトリー、一番外から6番肩の出すか、それ行け肩の出すか、うちなどいらぬ押せ肩の出すか、一着ギリギリですね。連勝です。ちょっと危なかった。全然ゴール前まで
った様子なかったですからね。いいね。まあダートは悪くない。おお、すごいね。1200。勝てるといいね。なんか元気なさそうだが。投票受付を開始します。3層目ラバーオープン大幅ですが、これがどうなるか。12頭の下点が完了しました。体制完了。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。さあ外が行くのか内が行くのか。サンスクリットがかわしていきました。そして2番手に2番リミテッドラピッド。ここで一体行ったアイスシャーベットと福永、5番スローオンザピーク、それからアタックアイシャル、肩を出すか。4番思ったよりは前に行ってます。注目は何といっても肩の競馬場圧倒的な人気。そしてその外にシャルルロワ、シークレットバロンが、その後ろ7番エッコバラシ、それからピカスビリです。そして内からは6番マウンテン気候士。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。旗の出すか直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はサンスプリットが一馬新リードの手を動かして、中割ってきた。力強い伸び足、サンスプリットかわした。一気に抜け出した。一馬新リード恐れ入った。旗の出すか強い、一ロントバー強い。いやーこれはすごい。よく頑張った。高山が得意なんですね。一着4番やったね。調教パートナー設定しましょう。体重はバッチリだね。いい感じだね。はい、何です。夏が得意か。リストバ体重は450キロとまだ縛らないといけません。回復でも調子は上がる時があります。はあ、体重はバッチリだね。いい感じだね。すき焼き年か。ねえねえ、いいかもしれないですね。どうかな。まあまあかな。これでベストバ体重のはず。ここら記念がありますね。早速出してみますか。後藤騎手。はい、何です。さあ本当のデビュー戦です。小倉記念。一番人気だけど 3.2 倍か。だいぶオッズ下がったな。投票受付を開始します。スイフトカレント、ニルバーナが立ち塞がります。
ちょっと気象になんか不安があるな。引っかかりそう。さあ小倉記念、芝 2000m 派手両馬場で出走です。8枠11番型を出すか、果たしてこう勝つことができるか。一瞬静まり返る場内、さあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭、ちょっと出遅れたんでしょうか。3番アップドラフト、ダッシュがつきません。果たして先頭に行くのは日本ピロギース、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。ニルバーナがかわしていきました。長野デンジャラス、そしてその外に12番アラタマサモンズ、それから名称カイト、そしてその後ろからアップドラフト、その外にビータローザ、サンレイジャスパー、その後ろでやりましょうか。北高それそれ、まもなく第2コーナー、注目の片野ダスカと後藤騎手、初重賞戦で見せてくれるのでしょうか。6番黒い馬体ソリッドプラチナム、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。しんがりからスイフトカレント、もう一度先頭から行きますと、これが先頭ニルバーナであります。9番日本ピロキース、前前での競馬タガノデンジャラスと橋本騎手、新玉サモンズが並んでいっています。まもなく第3コーナー、それから名称街道、そして6番手にアップドラフト、外を通ってビータローザ、そして内からはサンレイジャスパー、その外からは7番北高それそれ、11番片野ダスカ、ピンクの帽子が馬込みで揺れています。セムシウレが振り、赤とんぼも小倉競馬場、短い直線どうだ、遠くのか。先頭は2番ニルバーナ、ムチが飛んだ、伸び足注目、おスイフトカネトンが2、伸び足がいいぞ。これは内を通って北方それそれ、粘った粘った、スイフトカネトン1着、スイフトカネトン、芝も距離もいいんですが、なぜか伸びません。やられた、気象かな、やっぱり気象強化しないといけません。1着5番馬がレースから帰ってきたね。心強くは高い、いい感じだね。放牧です。はい、何です。ねえねえ、さあ戻れる馬体重になってきました。いい感じだね、いい感じだね。はい、何です。トップクラスの瞬発力、 SS なんでこのかこれ以上上がらないので、特に瞬発力を鍛えたいとこですね。ちょっと聞いてよ、だからこれどうかな。体重はバッチリだね。配置王冠とかいいですね。まあオクトーバーステックスかな、狙いは。ここ焦ってレースに出さない方がいいです。気象改善へ行ってしましょう。いい感じだね。はい、何です。翌週ですね、翌週のオクトーバーステークスを目指します。
調子落ちてる。作物ができてるね。農園に行きますか。いい感じだね。気象普通か、そんなにいい。よくはないな。いい感じだね。450キロままですね。オクトーバーステークス行きましょう。後藤騎手。はい、何です？これ気象が出ましたね。気象、前走で、チャカつくとこがありましたので、気象を中心に調教を行ってました。気象普通ですが、そんなにいいっていうわけじゃないですね。お、一番人気。おっと、ダントツを一番人気。ただいまより投票受付を開始します。あ、メンバー落としてるからかな。ここは負けられません。オクトーバーステークス東京芝 2000m 晴れ両馬場です。片輪出すか。6枠8番、各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートではなかったようでありますが、さあ何が行くのか。フシャノパテック先頭、11番サイレントプライド、長い直線なんでいい。5番ピースオブラブ、そしてその後ろから1番ウィルドベア、ゴールデンメイン、そしてそのうちにエイアイワード、その後ろでやりましょうか。12番ルーベンスメモリー、第2コーナーから向こう流し、ダリタプレリュード、2番トップガンジョー、外を通って6番カンファーベスト、その後ろ3馬身くらいあってアポロのサソリ、肩の出すか。これがしんがりであります。もう一度先頭から順、ルーベンスメモリーがその後ろ、ダリタプレリュード。3コーナー中華点あたりかな。さあ一塊になりまして、結構小さいんですね。肩の出すか、直線伸びてくるのかどうか。先頭まだ最高峰だな。外から懸命にサイレントプライド、依然先頭ピースオブラブ、ちょっと差がある。3番手にフィールドベア、ちょっと離されすぎなんじゃないかな。先頭ピースオブラブ、しかし差はそれほどでもない。懸命に手を動かして田中とゴールデンメイン、伸びてこない。ようやく来た。ゴールデンメインが来ている。勢いはいいが、2番手かわした、かわした。ゴールデンメイン1番手の外を通って肩の出すかか、なんとかギリギリかわした。適距離が出ました。マイル寄りでもありますね。1800か、ちょうどいいのは。まだまだ先は長いよ。まあまあかな。正面の成長、2400だと微妙に長いってことになりますね。作物ができてるね。農園に行きますか。積極に種袋を供給してきます。今週ねえねえ、これベストバタージュちょっと上がってますね。もう一周放牧、体重はバッチリだね。
いい感じだね。はい、何です？はい、ということで健康とかどうなんだろうな。小倉記念こそ3着でしたが、オクトーバーステークスはギリギリですが勝つことはできました。この後展開見るとどうなんだろうな。チャレンジカップとか中一新聞杯あたりに次走を出すことになるのかなと思います。なかなか中距離っていいレースがないんですよね。ちなみにギリギリ短距離もいけます。マイルチャンピオンとか面白いかもしれないですね。まあ今回は出しませんけどね。次走はチャレンジカップか中一新聞杯、引き続きマイルから中距離のレースを走っていきたいと思います。ぜひ今後もご注目を。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。スターホースポケットですね、今までを記録プレイリストに載せております。説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。またブログツイッターやっております。こちらも説明欄に URL アドレス記載してます。よろしければご覧ください。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。